眠れないので薬を増やすべきか。今日はウラシオンちゃん先生のもとに質問が届いているぞ。僕は ASD で精神科で睡眠薬をもらっています。ゾピクロンを飲んでいますが、昼も入眠困難です。冬休みで電話もできず、自己判断でハルラックかブロチズラムに変えたいほどです。腹式呼吸を実践しても寝つくのは2時か3時になります。主治医を信頼してもいいですか？主治医とよく相談してください。あとカバチャンネルの動画にもあるけども、基本的に睡眠薬を飲んでる人すべてに言えるけども、睡眠薬をどう変えるかってことじゃなくて、睡眠障害を治すってことをもっと徹底的にやった方がいいと思うぞ。睡眠障害を治す方法は、睡眠に悪い習慣12個あるんだけど、それを一つ一つやらないようにする。例えば寝る前にスマホを見ないとか、寝る前にご飯を食べないとか、お酒を飲まないとか。チャンネル動画に睡眠の動画だけで100本入ってるので、それを見ていただくと睡眠障害を治す方法がものすごくよくわかるので、まずその睡眠薬を変える変えないっていう部分は主治医と相談するしかないけども、きちんと睡眠に悪い習慣を一つ一つ改善していくと、睡眠薬いらない状態になる、確実になる。逆に言うと、睡眠薬を飲んでる人は睡眠に悪い生活習慣を必ずやってる、 100% やってる。やってない人見たことない、そんな人は。例えば寝る前1時間以内にスマホを見ると睡眠に悪くなるわけだよね。見てるだろう、おそらく。テレビもそうだ。テレビゲーム寝る前1時間以内にするとブルーライトだから睡眠が悪くなる、見てるだろう。食事も寝る前2時間以内に食事や飲酒をするとやっぱ睡眠に悪くなるとか、あと運動不足だと睡眠に良くないとか。みんな睡眠に悪い生活習慣をしながら睡眠障害が起きてるのに、それを治さないで睡眠薬ばっかり飲んでるから、睡眠薬がどんどん増えてたり強くなっていくんだな。なので、睡眠薬を強くした方がいいですかっていう質問はナンセンスなわけで、睡眠障害を治すように生活習慣を改善してくださいということで、全ての睡眠障害の人に対するアドバイスと同じものになります。精神科医カバサワシオンのカバチャンネル、毎日の動画を見逃したくない方はチャンネル登録をお願いします。登録はこちらから。